はい、ここは JR 学研都市線の四条縄手駅、快速列車も停車する学研都市線の主要駅となっています。この駅は名前の通り大阪府四条縄手市の代表駅ということで、 JTB の時刻表でもここが市の代表駅という扱いになっているんですが、実はですね、この駅の住所は四条縄手市ではないんですね。つまり市の代表駅が市外にあると一体どういうことなんだということで、今回はこの駅周辺を散策しながら謎を紐解いていきたいと思います。さて、まずは駅の西口にやってきました。駅前はこんな感じ。あまり大きな商業施設のようなものはなく、目の前は駐輪場になっています。で、こちらの看板を見ていただきたいんですが、この通り大東市と書かれています。この駅は四条縄手市の代表駅で、駅名も四条縄手の名を冠しているにもかかわらず、この場所は四条縄手市ではなく大東市なんですね。地図で確認しますと、四条縄手駅は大東市の北端部にありまして、駅から150メートルほど北へ進むと四条縄手市域となっています。ということで、駅から北へほんの 1,2 分ほど歩きまして、だいたいこの辺りが大東市と四条縄手市の境目になります。標識を見てみると、こちらは大東市と書いてありますが、こちらは四条縄手市と書いてあります。つまりちょうどここが境目ということなんですね。さらに少し北へ行くと、このような昔ながらの商店街がありまして、この辺りが四条縄手の中心市街地になります。ここはちゃんと四条縄手市ですからね。四条縄手駅は中心市街地からわずかに南に外れた場所にあるというわけです。それではなぜ四条縄手駅が大東市にあるのかということなんですが、結論から言いますと、四条縄手駅が開業した当時は四条縄手市という自治体はまだ存在しなかったからです。四条縄手駅が開業したのは1895年、明治28年で、当時の浪速鉄道、これは現在の学研都市線ですね、その終着駅として設置されました。それで四条縄手という駅名はですね、南北朝時代にこの付近一帯で起こった戦、四条縄手の戦いに由来した広域地名となっています。四条縄手の戦いは楠木正成の嫡男楠木正連率いる南朝方と、足利尊氏の家臣河野諸直を率いる北朝方との間で起こった戦いで、これに敗れて討死にした楠木正連公を祀るために明治23年に四条縄手神社が創建され、そのアクセスのための最寄り駅ということで四条縄手駅と命名されたわけですね。この時にはまだ四条縄手という自治体は存在していません。当時の地名はと言いますと、現在の大東市域となっている駅が設置された場所は四条村、そして現在の四条縄手市域となっている駅の北側は高架村という地名でした。そして四条縄手神社はどこにあるのかと言いますと、ここになります。この場所は住所で言うと高架村なので、そもそも当時から神社がある場所とそのアクセスのための駅が設置された場所は違う自治体だったんですね。第二次世界大戦以前は四条縄手の戦いは学校の教科書にも登場するくらい有名だったそうで、四条縄手神社を中心にこの付近一帯は一大観光地となっていたそうです。四条縄手神社から生駒山地の方に登っていけば室池という景勝地がありまして、現在は室池園地という公園になってますけども、昭和初期の観光パンフレットではここが関西の軽井沢、日本的フィヨルドなどと宣伝されていたといいます。今では四条縄手が観光地と言われてもいまいちピンとこないと思いますが、昔はそうだったんですね。そういうこともあって四条縄手という名前があまりにも有名になりすぎてですね、
高架村という本来の地名よりも四条縄手の方が知名度が高いという状態になりまして、じゃあ地名も四条縄手に変えようじゃないかということになり、1932年昭和7年に高架村は四条縄手村に改称、後に四条縄手市となりました。その一方で四条縄手駅がある四条村の方は周辺の自治体と合併して大東市となり、四条縄手駅は大東市の駅になったというわけです。ちなみに四条縄手駅の一駅隣の忍ヶ丘駅が四条縄手市内にある唯一の駅となっておりまして、この駅が開業するまで四条縄手市内には駅がなかったので、住民運動によって誕生した西岸駅となっています。じゃあ忍ヶ丘駅を市の代表駅にすればいいじゃないかと思うかもしれませんが、この駅は快速も止まらないし、利用者数も四条縄手駅と比べるとだいぶ少ないので、大東市にある四条縄手駅が代表駅ということになっているのだと思います。また四条縄手市内の各地へ向かうバス路線の多くがこの四条縄手駅から発着しているので、住所は大東市ですが、ここが四条縄手市の玄関口であることは間違いないでしょう。ご覧の通り駅前にはバスの行列ができております。手前が近鉄バス、奥が京阪バスですね。バス路線の中でも特に本数が多いのがこちら、イオンモール四条縄手行き。このイオンモールは町の中心から離れた場所にありますが、車社会の現代においてはここが四条縄手の商業の中心と言ってもいいでしょう。ちなみにイオンモール四条縄手のフードコートには岡山県倉敷名物ぶっかけうどん古市の岡山県外唯一の店舗があるのでおすすめです。ところで四条縄手の駅名に再度注目しますと、城という漢字が四条縄手市の城と違うことにお気づきでしょうか。市の名前はこの城ではなく旧字体になっているんですね。これはなぜかと言いますと、もともとは駅名も旧字体を使っていたそうなんですが、昭和20年代の終わり頃から国鉄が常用漢字を使用することを推進したことで表記を変更したそうです。また駅名だけでなく四条縄手高校や四条縄手郵便局などでも一時期は常用漢字の城が使われており、旧字体と常用漢字が混在する状態が長らく続いていましたが、2003年に当時の市長さんがですね、伝統ある旧字体の城を使用するよう大阪府に要望書を提出したことで、それ以降は旧字体に統一されることになり、学校や郵便局も旧字体に改称されました。こちらの道路標識をよく見ていただきますと、四条縄手市と書いてある部分が上から貼り直されていることがわかります。これはもともと常用漢字の城を使っていたのを旧字体に修正したわけですね。しかし四条縄手駅だけは駅名を変更するには多額の費用がかかることや、この動画のメインテーマでもありますが、駅は大東市にあるので四条縄手市内だけの問題には収まらず、大東市の協力も必要ということで実現には至っていないというわけです。また四条縄手の縄手の字にも注目していただきたいんですが、まあ珍しい漢字ですよね。四条縄手以外だと神奈川県川崎市に八丁縄手という町がありますけども、地名くらいでしか見かけることはないように思います。この縄手という漢字、田んぼの田にカタカナのぬが4つだと思っている方が多いと思いますが、正確にはぬぬぬぬではなくぬぬぬまたなんですね。右下の部分だけ漢字のまたになっています。これは何か意味があるとかそういうわけではなく、書道などで右払いは一文字につき1回だけという慣習があるので、最後の右下の部分だけ右払いになっているんだそうです。例えば林という漢字は右の木は最後に払っているのに対して、左の木の四画目はちょんと止めてますよね。それと同じような感じです。
ではぬぬぬぬと書くと間違いなのかというと、そういうことはなく、漢検ではぬぬぬぬもしくはまた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 と書いても正解となるみたいです。学研都市線は正式名称は片町線と言いますが、この路線は明治28年に何は鉄道として開業。その時はこの四条縄手駅が終着駅でした。駅には何は鉄道開業当時の遺構が一部残っておりまして、ホームの下の方をよく見てみるとレンガ造りになっていることがわかります。これが何は鉄道時代のホームで、その上からコンクリートでかさ増ししているわけですね。何は鉄道は開業からわずか1年半後に関西鉄道に買収され、一時期は大阪名古屋間の本線として機能していましたが、明治33年に現在の関西本線にあたる大阪鉄道を買収したことで、そちらが本線となり支線に格下げとなったのでした。その後国有化され、現在は JR 学研都市線の愛称で主に通勤通学路線として機能しています。ということで、今回は市外にある市代表駅四条縄手駅のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。